皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2006年公開の、幸せの力。現代、ザ・パースート・オブ・ハピネス。監督はガブリエレ・ムッチーノ。脚本はスティーブン・コンラッド。主な出演は、ウィル・スミス、ジェイデン・スミス、タン・D・ニュートン、など。骨密度を測る新型医療機器のセールスマンとして生計を立てるクリスは、買い取った機器を思うように売ることができず、家賃や税金を払えない状態に陥ってしまう。妻にも去られた彼は、証券会社の正社員を目指して養成コースを受講しようとする。というストーリー。実在の人物クリス・ガードナーの反省を描いた作品。元気をもらえる内容で、幸せは、やってくるのを待つのではなく、追い求めるものだというメッセージが心に響いた。それを実践した人の言葉だけに説得力がある。一方で、人間って本当に追い詰められないと生活を抜本的に見直そうとは思えないのだと痛感。主人公が辛い境遇の時でも息子の存在が彼を救うが、演じるスミス親子のやりとりがすごく自然でいい感じ。ちなみにラストシーンで親子がすれ違う男性がクリス・ガードナー本人。唯一、意外とあっさり終わってしまったのが少し不満。ということで、評価は。Thumbs up!